僕が本当に一番緊張しちゃってるんですけれども、いよいよ小竹さんがどれ
いける。いい感じですよ。大丈夫、いけますよ。ゆっくり。何メートルか把握できてませんでした。今入ってきた情報だと大体117メートルです。落合さんに行っちゃおうかな。え、ここにいる。落合さんお願いします。はい。お、2人ともめちゃくちゃお疲れ様でした。私、カメラ撮りながら歩いてきたんですけど、ウッチーが、もう少しですよとか、ゆっくりゆっくりとか、あ、ダメ、いけるとか言って、励ましながら歩いてるのと、あと、音崎さんが歩いてるときは表情には出ないんだけど、めちゃくちゃいろんな力を出し切ってここまで走ってきたのを、もう五感で感じたんで、最高にいいライブでした。はい、音楽です。田中社長、いいですか。
願いします。おはようございます。じゃあ、15分再開会って感じで。遠藤さん、遠藤さんいますか。いるよ、いるよ。お願いします。やばい、本当に簡単だったです。今まで一番本当に感動しました。感動というよりはやっぱりこのプロジェクトの竹は丸ノリだったと思うんですけど、丸ノリにここまで乗っかってくれたことは最高、最高、最高。ありがとうございます。お父さん喋れるようになるわ。いや、後ろで支えてて本当に緊張しました。本当にお疲れ様です、佐々木さん。今までの歩きの中でも一番こう力強さと絶対行ってやるんだっていう覇気を後ろ側ですけどすごい感じて、息遣いもいつもよりも全然すごいですし。いやちょっと本当に尾崎さんの歩きがこんなに良くなるんだなって今僕も一緒に関わってる3年半4年間ぐらいのことをすごい思い出して、最初は本当に平行棒で立つこともできなかったところから一緒にやってたので、あ、こんなところを歩けるようになったのかっていうこととか本当にいろんなことを感じて、尾崎さん本当によく頑張りました。お疲れ様でした。クラブニール、沖野です。あ、沖野です。義足を作らせていただきました。義足の沖野と申します。戸崎さん、今 100m 歩いているのを見ながら、私、自分の息子がいるんですけど、息子が立った時と同じぐらいの喜びをちょっと感じてしまいまして、戸崎さんの方が年上なんですけど、自分の作った義足をつけて歩いてくれて、なんか第二の息子みたいな感じがして、ちょっと感慨深いものちょっと感じてました。はい、音崎さんそろそろ喋れそうです。はい、じゃあ音崎さんよろしくお願いします。ありがとうございました。13分間の間に起こったことと思えない。2年目に義手をつけたんですよ。僕今まで生まれて1回目も拍手でできたことないんですよ。手が届かないから義手をつけたら拍手できるようになったんですよね。足つけたら二足歩行できるようになったんですよ。もちろん、先ほど動画を見ていただいたように、つけてすぐ歩けるようになったわけじゃない。ここまで117メートル歩けるようになるまで4年半かかってるんです。でも、歩けた。難しかったけど不可能じゃなかった。テクノロジーと僕らの努力と皆さんが支えてここまで来ることができました。テクノロジーと努力と皆さんが支えで不可能だと思ってたことが可能になりました。諦めないって大事ですね。諦めなかったからここまで来れました。だから今度はこのプロジェクトだけじゃなくテクノロジーと
さまざまな人のサポートで、いろんな人が誰もが諦めなくて済む、そんな社会にしていきたいと思ってます。この4年かけたこのプロジェクトが、そんな社会を実現する扉を開けたんじゃないかな、そう信じています。ここまで来れたのは本当に仲間たちのおかげです。ケンドンケンさん、沖田敦さん、内田直樹さん、そしてデザイナーの小西哲也さん、そして毎日僕の練習をサポートしてくれる北村浩一君、みんなに大きな拍手をお願いします。タオルですか。あの普段は裏方で絶対表に出たがらないですし、今も嫌がると思うんですけど、北村にも一言もらいたいです。僕が聞きたいです。北村君、なんかください。どうぞお願いします。皆さんこんにちは。これで時間がですね、ギリギリ事務的な話から始まったぞ。でも実際ちょっとガッチリ押してたので、ちょっと勝手に延長しちゃったんですよね。あのグラファーもなんかね、ちょっといっぱいいただいたんで少し延長しました。もうちょっとゆっくりしてもらって、はい、で何でしたっけ。ね、ちょっとあんま見てなかったんですけど、ちょっとね車椅子移動してたんで、あんまり見れてなかったんですけど、まあ僕はちゃんとこういう本番に強いことだと思って、まあやると思ってます。そんな驚きはないんですけど、まあ皆さんに楽しんでいただけたのは、まあ良かったんじゃないのかな。まあね、泣くところまで想定ないです。ただまあ一日皆さんのお仕事のおかげでこういうことを用意していただきました。最後ありがとうございます。やっぱよかったです。この記録が出せた大きな要因の一つが、僕が日々取り組んでいる階段トレーニングがあるんですけど、今住んでいるマンションの非常階段を、70フロア時速を動かして車椅子から降りて、この時間に太ももでひたすら上がっていくっていう、そんなトレーニングを2日目でやってます。それを毎回ねやってくれてるのが今の北村で、言いたいところなんですけど、最初の3日間だけ付き合ってくれたんですけど、膝が痛いから、それ以降は全部エレベーターで先回りました。本当に影となり、膝となり、役者の人にはまいかないな、常に影になって、僕の生活も仕事も本当に全て支えてくれているのが今の北村君です。本当に彼からもありがとうございます。お疲れ様でした。この後は写真撮影、はい、ございますので、じゃあ最後に117メートル新記録達成したお二方に皆さん大きな拍手で
終わりました。ありがとうございました。ねえ、途中さ、横断幕作ってくれてた人じゃなかった？後ろにいらっしゃいます。これすごい、ありがとうございます。びっくりしました。本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。多分皆さん全員と写真を撮る余力は残ってないんですね。なので2択で、義足をつけた状態で座って一緒に写真撮るか。